どうも皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。アレレレイです。本日もエリ続きやっていきたいと思います。前回なんかおう、あ、ミミもやーわー、よくまでここわー、よくここまで登ってきたね。エリ嬉しいよ。ここはお気に入りの場所なんだ。いつかここに移住しようかな。まだクリスタルを一つも取り戻してないみたいだね。僕の試練で手間取ってなければいいけれど。いや、だったら試練与えるなよ。この辺にすごく美味しい魚料理のお店があるらしいよ。次はそこに行こうかな。クリスタルが見つかるといいね。遥か空の彼方へ、ミミモは行くよ。いや、世界が危機って言いながらさ、こうめちゃめちゃ他人任せでさ、ほっ。他人任せでさ、いいのかね。待ってて待ってて、まだだよ、まだ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 、オッケー。へへへへへ。あ、これで通れるようなのね。ドーン。あ、焦げちゃうんだ。ははは。黄色と緑ね。あそこが開いたはず。え、どういうこと？あー、これあれか。ここをやらんといけへんから。あー、どこ行ったらいいんだ？結構難しくなってきたね、ギミックが。おいしょ。おじいちゃん！あはは、終わった。セーフセーフセーフ。うー、もう自分に常に、黄色緑。あ、押してくればよかった。失敗した。いやーさ、私さ、滑舌が悪いのもあるんだけどさ、たまに人が言ってることちゃんと聞けてなくてさ。あ、コインだ。あれ？順路二つある系？なんかそっちにもドアあったけどな。あ。ん？あ、ちょっと待って。絶対落ちて死なないでね。ちょっととりあえずこっち行くか。なんだここは。なんか、ラグイラグイラグイ。あ、鍵がいりますよって。こっちで合ってるね、じゃあ。ない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 、コックさんいる。あ、もしかしてあれが、てかなんかここにいない？これは？あ、わ、素敵なお部屋。うふふー。こんなにコインがあるなんて、神のお部屋じゃん。うふふふふふふ。わ、謎解きタイム来たよ。あ、臭いおじいちゃんいる。赤ね、赤、オッケー。とりあえず赤だけでやる。赤が、A ボタン。なんかさ、いろんなさ、ゲームやってるからさ、キーボードでやったり、パッドでやったりしてるじゃん？おかげでさ、あれなんだよね。たまに操作ガチでわからんくなるんよ。まあ、それをね、なんかこう、言い訳にしてるわけではないんですけど、あ、黄色だった。あれ？赤と黄色？え？黄色届かないよ。この上に乗って？いけませんか？おや？ん？難しいぞ。え？ん？ここはまだ来てはいけない。あ、いやいや、まだあるある。ドラドーン。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はぁ！いや、私のためにこのリスポンは存在してると言っても過言ではないかもしれん。な、危なぁ。ヒヤヒヤするわ。私も、見てるあなたも。ジャンプボタンをね、まあ、もちろんアクションが下手くそっていうのもあるんですけど。だからそう、いろんなゲーム機操作しすぎてるせいで、アクションが下手くそ。に見えるだけです。いや、下手くそなんですけど。
青と緑、あと赤と黄色。あれ、赤ってなんかどっかにあった？あ、赤持ってるかも、私。謎が開通じゃない。ジャンプボタンが、ジャンプ場所が開通してるから。ドリャーン！いけたー。で、ついに黄色と赤がこれで焼けて、焼けてじゃない。できて。で、ここからジャンプして、こっちに入れると。黄色か。あ。あ、この上にある。黄色、赤、緑、青。これ全色やん。どうだったかな。この子割と、そう。この木箱多分ね、段ボールなんですよ。おそらく木箱じゃなくて。どういうことって思ったでしょ。いや、軽いって言いたかったの。これで一個開いたんじゃないかな。黄色ついてた？これで。で、こっちに行って。いや、これダンジョン難しくなってきてない？めちゃんこ不安になってきたんだけど。なんか、あ、ここ、コインいる。ふははは。は。きゃー。高所恐怖症の人が見たら、びっくりするやろ。なんじゃここは。もう行けないのか。なんかもうよくわからんとこ来ちゃったな。ああ、なるほどね。違う違う、投げたいのよ。X どれだっけ？ X これか。しけてんな。何も入ってねえじゃん。ちゃんと瓶の中にお金入れてもらわんと困りますし。あ、あったー。ふふー。あ、鍵あった。あ、一周してきた。なるほど。どんどんどこ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 どんどんどんどこ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 どんどこどんどこどんどこどどどどどん。あ、思い出した。青が欲しいんだった。これでいけたのでは？これで全部謎が解けたから、これ帽子用のコインが取れたね。ナイスー。あ、これで順路戻れるね。オッケーオッケー。さて、私お友達にお料理が好きな子がいるんですけどね。その子と先日話してた時に、写真を見せられて、なんか赤い鶏肉の料理見せられたんですけど、ゲーム中にね、その話になって、私ゲーム中ね、戦ってると基本、まあ普段もなんですけど、8割方人の話聞いてないんで。あ、やばい。こっち行こう。料理人のビボバ。こんにちは、私はビボバ。名前呼びづら。バビブベビボバ。シェフ、起業家、そしてマンドラゴラのリーダーよ。リーダーめっちゃおるくない？ここでは最高級の魚だけを調理してるの。もしあなたに少しでもセンスがあるなら、私の料理は世界一だってわかるはずよ。ここからうちのキッチンに行けるよ。ホットプレートに気をつけて。足に優しいってことはないからね。じゃあそろそろ行かなきゃ。またねーって。ねえ、あちあち地獄ってこと。うわーだりー。そうで、赤いチキンを見せられてさ、なんとかチキンって言われたのよ。で、私は、ニョンニャムチキンって聞こえたのね。で、それを別の人に話したところ、そんなチキンは存在しないって言われて、うわー。で、ちゃんと調べたら、ヤンニョムチキンっていう名前だったの。いや、みんな知ってるヤンニョムチキン。さて、ホットプレートに気をつけなよって言われましたが、もちろん、ジュージューカルビって感じやね。これ、押すとどうなるんだろう。あ、そこ、ってことは、よいしょっけ。これさ、外国のゲームなんですよね。
で、これ普通ギミックって操作するじゃないですか。話しかけるなんですよ。ね、語訳だよね。語訳っていうか、訳がちゃんとできないよね。最初だ、話してるのかなって思ってたんだけど、あ、ハットコイン出た。あ、お前。よしよしよし。こっからよ。ジャンプって何ボタンだっけ？ちょっと。で、これ焼け切れてからもう一回おじいちゃん。この辺で話しかけると多分ちょうどいい。で、持って。あぶね。次のタイミング、次のタイミング。A ボタン。よしよしよし。奥。もうさ、頭にボタンが染みついてなさすぎて、ボタンをいちいち確認してる自分がマジで草なんだけど。あー、燃えちゃった。ひー。さあ、まだあちあちホットプレートが続くようです。なになに。あー、ありがとう。親切だね。教えてくれるんだね。ここに乗るとああなるよって。あっちいんだよ、あっちいんだって。あの上のコイン取りたいけど、自分のジャンプ力に自信。あ、ハットコインの匂いがする。ハットコインが見えたよ。なんかね、私、あのおじいちゃんのことハットコインだと思ってたんだけどね、どうやらね、この緑のね、コインが匂うらしい。コインが匂うってなんか嫌だよね。うわ、めっちゃ。あ、でもおじいちゃんもいた。あ、ちょっと待って。回復してほしい。お願い。ラブリー。だってそこに置いたら確実にこの木箱燃えるでしょ。どういうことだ。あ、つ。で、ここ開けて、どういうこと？どういうこと？どういうこと？ほっ！さあ、ここから列車は戻れるんでしょうか？あ、戻れた。あ、なるほどね。そうだよね。だって数がおかしいもんね。これの、乗ったまま、これ投げれる？おしょしょしょし。おいしょ。あ！この炎が回ってくる前にジャンプして、いける？本当にいける？それ。あ、石だった。あ！いや、まあ。これどこ？あ、あ、謎解けた。あ、デスルーラー。はい、ということで、ビオアのレストランまでやってまいりましたので、今日はこの辺にしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。お疲れに。